皆さんおはようございます。マーティンダーマークは金田です。宇野さんの言います。思考を止めることを順番で言うと、直感を信じること、今ここに集中する意識が大事。思考が引きを戻そうとするので、その度に直感を選ぶこと、そして最後はまあ、乗り越えることが一番。脳はね、いろいろと考えなきゃいけません。はい。まあ、はい。意識の焦点とか、はい、宇野さんのいろいろ勉強しましょう。昨日の意識はまあ、はい。意識するのはその、まあ、お金いろいろ出ますよね。はい、機能の意識するには。まあ確かに心臓を拍動させているは何かはそこはすいませんがね。はい、ドックンドックンっていう音が聞こえますよね。はい、やはり脳にもいろいろな神経がありますからね。はい、止められない原因はちょっとわからないですが、脳の方はこれ思考回路がちょっと難しいもんでございますね。はい、あとはまあ脳のいろんな刺激ですよね。はい、まあ意識の焦点パワーは確かに難しいもんでございます。はい。命に関わりますから、脳の命。はい。まあ、皆さん、どんな脳なのか。はい。まあ、あとは、深呼吸。まあ、エレベーターの、での呼吸も、やり方あります。エレベーターの床とか、はい。こういう、エレベーターだと思ってください。呼吸も、はい。確かに直感も確かに必要ですし、脳は、はい。いろいろ言葉にならない時もあります。はい。詳しくは、宇野さん、佐野さんの本で勉強してください。あと、イメージも、重要です。まさにインポータント、楽しさも重要です。はい。エレベーター呼吸すれば脳も良くなります。以上です。バイバイ。